特集は NCC が5年前から継続して取材している声を残すです。2人の娘を育てる31歳の女性は ALS 筋萎縮性側索硬化症という病気です。10万人に1人から2人の割合で発症する正確な原因がわからない難病です。告知からもうすぐ2年、彼女の今を取材しました。赤川かなです。おいくつですか？4歳です。赤川わかんないです。あーと、やらしくお願いします。うっちー、今日はお雛様だからみんなおそろいイエーイイエーイ。お姉さんの家族も集まりました。二人の娘のお雛様のお祝いです。手伝ってあげようか。埼玉県で暮らす赤川由香さんです。2015年5月 ALS と告知されました。ALS は病状の進行とともに手や足、呼吸に必要な筋肉が痩せ、力がなくなっていく病気です。もう終わったと思いました。もう、望みないよねって言ってたんです。そう、私どうなっちゃうんだろうって、もう正直 ALS イコール死っていうのしかなかったから、だからまあ私が死んだらこの先家族どうなるんだろうっていうのはありました。で、あの動けなくなって誰が子供たちの面倒を見ていくんだろうっていうのもあったし、病状は少しずつ進んでいます。息苦しくなると呼吸を補助するマスクをつけます。ゆかさんは何気ない日常を大切にしています。ちょっと立って、はい、ちょっとクイーン、はい、今日はひなさま、はい、今ひなのところ座らせてもらおうか。グッバイ。あれ、おつゆ、あれ、さらがない。かなちゃん、ココちゃん、おめでとう。おめでとう。ひなさま、おめでとう。料理はお母さんとお姉さんが作りました。両親が福岡出身なので少し甘めの九州の味です。ゆかさんが食べやすいように夫の光吉さんが細かくしてくれます。おいしいね。おいしいね。フェンタンおすすめ。今トマトをつけたぞ。美味しいね、昼間からビールは。美味しい。お正月みたいな。ね。お前にね。絶対こんなの。なんで食べない。絶対食べない。誰のアイデア？おかちょっと飲みたいから。じゃあじゃあな。こうなるからね。こうなるからね。ありがとう。美味しいですか？美味しい。ビールじゃなくて唐揚げ。今の唐揚げで。でまた今日ね、カラッと本当上がってる。美味しいね。うん、いつもなんだけど。おかわり。いつものカリカリよりもっとカリカリ。あ、もっとカリカリ。本当。おかわりがいっぱい出てた。お疲れ様でした。ありがとうございます。はい。家族と囲む食卓、病気の不安を忘れることができる時間です。私は伝えたいことがあるんだって言って伝えてもらいました。
ゆかさんがイラストレーターの友人に協力してもらい作った絵本です。ここ死された通りね、喋れなくなるんだったらと思ってノートに書き留めたのを彼女が絵本にしてくれた。俺こんな絵好きなんだよね。結構似てる感じがする。絵本には子供たちに伝えたいことがいっぱい詰まっています。ご飯はきちんと食べよう。朝ご飯は一日の頭の回転を良くしてくれるよ。忙しくても少し早く起きてみんなで食べてね。子どもたちのために声を残したい。ゆかさんは去年の5月から難病を専門的に見ているここで自分の声を残しています。日常使う言葉や絵本の朗読を録音しています。助けてあげよう。ママがお話できなくなったら、ママがお話できなくなったら、ママにお手紙をたくさんください。みんなの嬉しかったこと、悲しかったこと、いっぱい聞くよ。嬉しい時は一緒に笑って、悲しい時は一緒に泣こうね。何も言えないけど、みんなのこと一番に思ってるよ。声の喋りづらさが一番体の変化でちょっと進んじゃったなんていうのはあります。子供たちは前はもうちょっと私の言葉は聞き取ってくれてたけど、最初わからないって言われる方が多くなっちゃったから、言葉が伝わらないのがやっぱり一番悲しい。筋力が次第に衰える難病の ALS、 進行すると呼吸をする筋肉も侵されます。生きるためには人工呼吸器をつける必要があります。でも気管切開により大切な自分の声を失います。ベッドの足の角度もう少し下げて。感謝の気持ち。声が失われた後もパソコンで再生できるソフト、マイボイス。録音した自分の声をパソコンに取り込むと、打ち込んだ文字を自分の声で読み上げてくれます。パパは少し寂しがり屋さんです。いつまでも自分の声で伝えたい、ゆかさんの願いです。パパはママの宝物です。3歳のココネちゃん、ママと一緒にお医者さんごっこ。けん玉？あ、聴診器みたいに使うんだね。優しいね。小さなお医者さんの大きな思いやり。あれ、ちょっと疲れたかな。
子供の寝顔を見るとき、心に染み入るような幸せを感じます。7日に31歳になったゆかさん、家族との合言葉はネバーギブアップです。私もこの絵本を読ませてもらったんですが、はい、この分かりやすい絵と言葉の中にそのお母さんの愛っていうものがいっぱい詰まっていました、うん、以上、声を残すでした。